毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうもアリちゃんです。はい、本日の動画はですね、コスメオタクな私の最近の毎日メイクをご紹介していきたいと思います。そしてですね、実は皆さんにこの動画でね、嬉しいご報告があります。このね、後に続く本編でもね、結構詳しく話してるんですけど、実はなんと、じゃじゃん、今年の8月21日にですね、嘘つきシリーズから新たに2つ新商品が発売されます。嘘つきシリーズをね、愛してくださってる皆さんのおかげで、またね、新たに新商品を、しかもね、2つも出せることになりました。一つ目がですね、ブランド初のアイシャドウベース、通称嘘つきアイベース。で、二つ目がですね、もう大人気嘘つきマスカラの新色。なんとですね、今回の新色はグリーンです。この二つもね、実際に使って今日のね、メイク仕上げておりますので、もしよかったら動画ぜひぜひ最後までご覧ください。それでは本編スタート。はい、ではメイクしていきます。そしたらまずね、最近使ってる化粧下地がこちら、インウイのフィックスプライマー。これね、先日あげた視聴者さんに聞いた崩れにくい人気化粧下地企画でね、ランクインしてた商品なんだけど、その動画の撮影をきっかけにね、初めて使ったら、これね、想像以上に良かった。特徴としてはね、これ適度なツヤ感は出しつつも、さらっとしたね、使用感の化粧下地なんですけど、本当にね、仕上がり使用感ともにいい意味でなんかね、癖がないって感じで、なおかつね、これ本当に崩れにくかった。なんか崩れにくさにさ、特化してる下地ってどうしても使用感になんかちょっと癖出がちじゃないですか。なんかサラサラしすぎてたりとか、密着力が高すぎてちょっと塗りにくいだったりとか、結構ね、そういうのあるあるかなって思うんですけど、この下地はね、使用感の良さはありながらも本当にね、崩れにくかったので、めちゃくちゃおすすめです。はい、今こちら側半分の身にこの下地塗ってみましたが、ビフォーとアフター比較してみるとこんな感じ。なんかね、薄膜が全体的にね、貼られたかのような適度なカバー力です。お次、ファンデーションがこちら、アミューズのセラミックスキンパーフェクターファンデーション1番ポーセリンというカラー。これはアミューズの新作で、セミモートな陶器肌に仕上がるファンデーションです。このファンデね、特徴を簡単に説明すると、カバー力がね、すごく高いです。カバー力高くって、いわゆる肌をすごい綺麗に見せてくれるタイプのファンデーションなんだけど、感動したポイントがこれね、カバー力すごいしっかりあるのにね、これも崩れにくいんだよね。ちゃんとカバー力の高さと崩れにくさのね、両立ができてるってところにね、感動して最近結構愛用してます。で、これね、カラーバリエーションが4色あって、私はね、その中でも一番明るいね、ポーセリンっていうカラーを愛用してるんですけど、こんな感じの色味で、私ね、結構地肌が多分白い方だと思うんですけど、そんな私でもこのファンデーションはね、ちょっと白いなと思う。まあ、カバー力がね、高いからちょっとね、気持ち白さもね、一緒に出ちゃうんだと思うんですけど、もしかしたらね、色選び気持ちね、ワントーン低めのね、色を選んでもいいかもしれないと言いつつ、私は一番明るいポーセリンのカラーを愛用してるんですけど。はい、今ね、こちら側半分の目に塗ってみたんですけど、塗っていない方と塗った方を比較してみると、そう、カバー力分かりやすくないですか。うん、やっぱね、このファンデーションカバー力結構しっかりとあると思う。あの、私ね、パーソナルカラーはイエベなんですけど、最近ね、ちょっとイエベが馴染む程度のほんのりピンクニュアンスメイクにハマってるんですけど、このファンデーションをね、ベースに使うと、このね、1番のカラーがほんのりね、青みトーンのカラーなので、この後に使うね、ピンクがよりね、馴染む感じもします。そこも結構お気に入りポイント。私と同じくイエベだけど、ちょっと青みテイストとかピンクメイク挑戦してみたいなって人にも特におすすめです。お次、パウダーは安定のこちら、ビニスフリーのフォアブラーパウダー。もうずっとこれ、最近ね、公開した私のね、最新版持ち歩きコスメポーチの中身っていうね、企画でも紹介してるんですけど、このパウダーは本当に毎日使ってるし、毎日持ち歩きもしてる。なぜかというと、これね、本当に毛穴がね、消えるんですよ。ここあたりにあるね、毛穴、ちょっと見ててください。
そしたらお次チークはですね、最近はこちら、スックのブラーリングカラーブラッシュ4番、恋流れを使ってます。このチークはね、先日あげた7月に発売された新作デパコスレビュー動画でもね、詳しく説明しているんですけど、スックの新作のチークです。これさ、色味めちゃくちゃ可愛くないですか？私が愛用してるこの4番のカラーはね、2色のチークカラーのグラデーションになっています。この通り、ピンクトーンのね、組み合わせだから4番はね、結構甘い感じ、可愛らしい感じに仕上がるから、このね2色を混ぜて使っていくんですけど、4番はね結構発色がいいから、取って直接につけるんじゃなくて、一回ねこうやって手の甲にちょっと押さえてからつけるのがおすすめ。軽く押さえてからふんわりとつけていきます。4番はね色味がすごい可愛いから、これをつけるだけでちょっと顔の雰囲気が甘くなるというか、可愛らしく仕上がる、そんな感じ。やっぱさ、チークつけるだけでさ、一気になんか顔の印象が明るくなるよね。血色感ってやっぱ大事だな。はい、仕上がりはこんな感じ。私はねいつもチーク入れる位置はこの顔のね中央の三角ゾーンのところをメインに、もう結構ね涙袋の下ギリギリまでね入れちゃってます。はい、でお次はですね、なんと嘘つきシリーズの新作です。それがこちら、ピメルパーフェクトアイベースです。今年の8月21日にですね、なんと嘘つきシリーズから初となるアイシャドウベースが新登場します。通称じゃーん、嘘つきアイベース。中身のパッケージはこんな感じ、嘘つきマスカラと全く同じデザインです。で、開けてみるとチップタイプになっていて、まぶたにねよりフィットしやすいように14度のね傾斜を実はつけています。で、出してみるとこの通りシアーベージュの色味がついています。で、こうやってなじませていくと薄膜にどんどんと伸びていきます。で、ちょっとねカメラ越しからだと分かりにくいかもしれないんですけど、今ね伸ばしたここの部分がちょっとだけトーンアップしてるの分かりますか？実はこのアイシャドウベース、アイシャドウの色持ちやね、あとは発色をね、良くさせるっていうのは大前提で、なおかつ同時に目元のくすみ、赤みまで一緒に補正して、目元にね、透明感を引き出してくれる、そんな一石二鳥アイシャドウベースを目指して開発しました。そう、だからね、実はこのアイシャドウベース、4色のパールもね、配合してあるんですよ。でもパールって言ってもなんかすごくね、キラキラするっていう感じではなくて、すっごくね繊細なパール感ではあるんですけど、これをね塗ることでアイシャドウをねより綺麗に見せるだけじゃなくて、そもそもね目元全体からね底上げしてくれるような、そんなねアイシャドウベースを開発しました。使い方はアイシャドウを塗る前にチップにねアイシャドウベースを取って、そのまま適量をまぶた全体につけていきます。で、指でなじませる。下まぶたも同様に使います。このアイシャドウベースはね個人的には結構自信作なので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ちなみにねこれ10種の美容液成分も配合されているので、アイメイクしながら同時にね目元ケア効果までついてきます。8月の21日より PDC の公式オンラインショップと、あとね全国のバラエティストアで販売開始です。限定品なので気になった方はねお早めにチェックしてみてください。はい、そうしたらお次アイシャドウは B テイクのムードシャドウパレット3番とコスメデコルテダズリングジェムの2番とピメルパーフェクトアイバックペンシルのピンクベージュ使っていきます。このデイジークのムードシャドウパレット3番はねもう YouTube で何回も紹介してます。一番愛用してるアイシャドウ、特にね最近ハマってるカラーがこのカラーなんですけど、なんかほんとオレンジとピンクの中間カラーっていう感じで、すごい使いやすいんだよね。だいたいね最近はこれをメインカラーに使うことが多いです。そしたらピメルの嘘つき涙袋で涙袋を作っていきます。まずはコンシーラーで下まぶた全体的にぷっくりさせて、コンシーラーで土台作ったらちょっとその上からアイシャドウを足します。で、仕上げに反対側の影ライナーで影を強調します。
涙袋ができたら下まぶたの目尻にもシメールを追加。仕上げにコスデコのダズリングジェムできらめき感を足します。はい、仕上がりはこんな感じ。で、今使ってるリキッドアイライナーはスキューズミミゼルエディのリキッドアイライナー2番、チョイスケブラウン。このリキッドアイライナーでちょっとだけね、気持ち目尻を長めに引きます。ほんとちょっと、このぐらい、ちょい。反対側も同じく、ちょい。ちょっとマスカラ行く前に眉毛がね浮いてる気がするので、先にアイブロウ描いちゃいます。アイブロウ使っていくのが、まずはこちら、エレガンスアイブロウスリムとエテセアイエディションスキニーブローライナー2番。アイブロウのね、この2つの組み合わせもね、結構長いことブレてない気がする。いろんな商品試したけど、今のところはね、この2つが一番使いやすい。まあ、特にやっぱりこれだね、エレガンスのアイブロウ。ペンシルタイプなんだけどさ、もう仕上がりがね、パウダーで描いたんですかっていうぐらいすごいふんわり発色されるのよ。でもさ、形状ペンシルだから、やっぱ狙いたいところにね、ピンポイントでね、色が置けるっていうね、特徴もあるしで、本当にこれは最高です。めちゃくちゃおすすめ。こんな感じでパーっとね、形を取っちゃいます。どうですか、すごい発色柔らかくないですか。ペンシルで描いたとはさ、思えなくない。反対側も同じく形を取っていきます。はい、そしたらね、最後仕上げにエテセのね、このリキッドタイプのアイブロウで眉尻のね、この毛流れをね、ちょっと足してあげる感じ。なんかね、毛っぽく仕上げるんだったら、エレガンスよりもエテセのこのリキッドタイプの方がなんかうまく仕上がる感じがします。あと発色がこっちのエテセの方がより良いので、ちょっとエレガンスのさっきのアイブロウペンシルだと発色が弱すぎるなって思うところとかは、ちょっとね、このリキッドタイプの方で色をね、少し良くしてあげたりとかもします。反対側も同じく。はい、そしたらですね、お次はマスカラなんですけど、なんとですね、嘘つきマスカラから新色が登場します。それがこちら、ピメルパーフェクトロング&カールマスカラ透け感ナイトグリーンです。じゃーん、パッケージはこんな感じ。皆さん、ついにですね、嘘つきマスカラからグリーンのカラーマスカラが誕生します。ちなみにこれも限定。なおかつですね、このカラーは売ってる場所がロフトとプラザ限定商品になります。今日のメイクさ、全体的にピンクニュアンスのね、カラーを中心にメイクしてきたと思うんですけど、急にここに来てグリーンかよってね、思った方もいるかもしれないんですけど、実はね、このグリーンただのグリーンじゃないんです。出すとね、こんな感じのグリーンなんですけど、これグリーンはグリーンなんだけど、ちょっとね、青み寄りのグリーンにしてみたんです。だからオレンジとかね、イエロー系のメイクはもちろん、今回みたいなピンク寄りのね、メイクにもすごい馴染む色。ちなみに横にね、嘘つきマスカラのブラックをね、並べてみると、はい、それぞれこんな感じ。嘘つきマスカラの特徴でもある透け感発色、あとはたまになりにくいテクスチャだったりとか、仕上がりのナチュラルさ、それはね、引き続きそのままです。では実際につけていきます。はい、塗り終わりました。仕上がりはこんな感じ。グリーンのね、発色なんですけど、ほんとね、こんな感じですごくね、馴染みます。なんか、ザ・カラーマスカラっていうよりかは、日常使い全然できるタイプのカラーマスカラっていうイメージ。なんかね、もはやちょっと馴染みすぎて、パッと見はね、ちょっとブラックのマスカラかなって感じなんだけど、太陽光にね、当たって、ちょっとね、角度をつけたりすると、グリーンの色味をね、さりげなく感じるような、そんなナチュラルなグリーンのマスカラです。もちろん、ウォータープルーフタイプなので、カールキープ力もバッチリです。このマスカラも発売日自体はね、先ほどのアイベースと同じく8月21日なんですけど、アイベースは全国のバラエティストアで販売されるのに対して、グリーンのマスカラに関しては先ほどもね、言った通りロフトとプラザ限定発売になります。 PDC 公式オンラインショップでは両方とも買えて、両方ともね、今回限定品になりますので、気になった方はね、ぜひぜひお早めのチェックをよろしくお願いします。はい、そしたらね、お次はリップなんですけど、最近愛用してるのがこの2つ、スックのモイスチ
チュアグレイズリップスティックの新色12番とアミューズのリッププランパー。スックのねこの新色がめちゃくちゃ可愛かったんですよ。ちょっとね使用感があって申し訳ないんですけど、本体の色味はこんな感じで、いわゆるね秋色です。リップサイドにつけてみると、はい、こんな感じのカラー。秋にぴったりのちょっとねカシスっぽいねカラーのリップなんですけど、そこにねプラス赤み要素がね足されているので、すごいカシスに寄りすぎない使いやすい秋色リップっていう感じ。このねリップを塗るとすごいね落ち着いた印象に仕上がるんだけど、でもなんか暗すぎる感じにはならないから、そこがね気に入って最近愛用してます。でスックのねこのリップももう単体でねツヤは出てはいるんですけど、このねアミューズのリッププランパー最近めちゃくちゃハマってて、まずねこの通りすごいラメがね細かいんですけどぎっしり入ってるんですよ。それもねすっごい可愛いんだけど、プランパーのヒリヒリ感がすごいちょうどよくて、痛すぎもしないんだけど弱すぎもしない、日常使いに個人的にはすごいぴったりだなって思うぐらいのプランプー感でした。はい、重ねるとこのぐらいツヤ感が出てくれます。はい、そうしたらね最後はいよいよ仕上げです。ハイライトはエナモルのジュエリーグローハイライター1番で、シーディングはね先ほど紹介したデイジークムードシャドウパレット3番のここあたりのねカラーを使っていきます。まずハイライトをつける位置はこの目頭のここの部分に両方ともつけます。これをね置くだけで目元のなんかチュルンと感が底上げされて仕上がりがより可愛く見える気がする。で最後鼻周りを中心にフェーディングをつけていきます。私はいつもこの人中の部分とあとは鼻先をねちょっとツンと見せたいので、ここに V で影を入れてます。はい、以上で私の最近の毎日メイク完成しました。仕上がりはこんな感じです。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけるとすごくすごく嬉しいです。そして嘘つきシリーズの新作も皆さん引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。